はいどうも高野くもです今回はですね1963年3月18日と3月19日にレコーディングされましたスタン・ゲッツとジョアン・ジルベルトのですね ゲッツジルベルルベトとといいいうアルバムを紹介したいと思います3月18日の方はもうすでに別のアルバムを紹介してしまいましたので3月19日のジャズということで今回取り上げさせていただきたいと思いますレーベルはバーブですねで先にそうですね参加メンバー言っちゃいましょうテナーサックスがスタン・ゲッツでギター・ボーカルがジョアン・ジルベルトですねでピアノで参加しているのがアントニオ・カルロス・ジョビンですねでベースがですね トトミー・ー・ウウィィリリアアムムススでですすニじゃないですねドラマーのトニーじゃなくてトミーですねトミー・ウィリアムスがベースで、えー、ドラムが、えー、ミルトン・バナナですねで2曲だけ参加してるあの有名なイパネマの娘を歌っているのがねあの奥さんの。 ジョアン・ジルベルトの奥さんのアストラッド・ジルベルトですね。あと、コルコバードもボーカルで参加してますけれどもね。こういうメンツで録音されてるんですが、まあ、これはめちゃくちゃ素晴らしいアルバムというか、ずるいアルバムですよね。というか、万能アルバムですよね。すごく用途が限定されないというか、用途って言うと変ですけど、音楽に用途求めるのもちょっと変かもしれませんけど、まあ、例えば BGM だったりとか、一人でどっぷり聴くとか、こう 高級オオーディオ装置で聞くとかな,んかなんとなく自分の中で分類分けってあるじゃないですか音楽に接する時にこうウォークマンとかに入れて iPhone とかに入れて歩きながら聴くといいとか車でカーステで聴いた方がいいみたいなそういうのを全くシチュエーションみたいなものを選ばないアルバムだと個人的には思ってるんですね、まあ、例えばおしゃれなバーのカウンターで流していても全く違和感なく聴けますし空気をすごくおしゃれに彩ってくれるんですよねでかといって 耳を傾ければすごくやっぱり上質なスタン・ゲッツのテナーサックス良かったりとかこつぶやくようなジョアンのボーカルがすごい良かったりとかもしますしねそうかと思えばおしゃゃれじゃない店ででも全然いけるんですよ例えば高級オーディオ装置が自慢のジャズ喫茶でね大音量でこう苦いコーヒーを飲みながら聴いてもうんすごく迫ってくるものがあるんですよね。 まあそうかと思えばアアウトドででも全然、OK、で例えば大手町とか六本木の昼間にねこれを聞きながらイヤホン耳に突っ込みながら聞いてもなんかすごくなんかおしゃれな自分みたいな,なんか仕事をしてるぞ的な自分みたいなのをね <laughs> 都会な自分を自覚することができるかもしれませんしいや私はそういうことはあんまりしませんけれどもねどっちかといえば私はあの旅行した時にねこの地方の風景とこういつも普段 部屋の中で聴いいている、ね、ジャズの違和感が妙に違和感じゃないくなる瞬間みたいなのを楽しむ人間なので、まあ、例えばですけどもねほんと例えばですけど東北新幹線に乗ってその車窓を見ながらゲッツジルベルト聴いてると意外としっくりくるんですよあの福島県辺りになってくると「あの酒は第七」って看板が出てくるじゃないですか。 乗っている方はよくご存知だと思いますが、まあ、最近ちょっと減ってきちゃってるみたいですけどもねあの大七酒造のね看板がもう酒は大七ってすごいシンプルなんですけど至る所にそういう看板見えるんですけどあとはもうひたすらあの高圧線と高圧線と高架線かそれと田んぼばっかりの風景の中にこう酒は大七あとはもう山の稜線しか見えない延々と景色が続く中 このイバネマの娘とかが意外とねしっくり来たりとかもしてああなんか遠くに向かってるなーって感じがしたりとか変な旅情をかきたてたりとかもしてくれたりするんですよねだからえまさかと思う人はお試しくださいまあ私の感性はちょっとどっかねじくれてるだけなのかもしれませんけどもねそれとか「ボサの場」っていうとまあ厳密に言うとこのアルバムボサの場純粋なボサの場ではないんですけれどもまあでもまあボサ とというとやっぱり夏に聴くイメージが強いじゃないですか。だけどもこのアルバムはですねむしろ冬のが似合ったりするんですよ。冬にこう暖房をしっかりかけて暖かい部屋で。 ああのチョコのアイスクリームとかあんみつを食べながらこれかけてるとなんかすごいリッチな気分になりますよ私はあ,のあんみつとかあのハーゲンダッツのチョコアイスぐらいでもう幸せな気分になれるこう安物大きな人間なんでね私だけがそうなのかもしれませんけれども温かい部屋でねこうね甘いものを食べている時の幸福感をさらに盛り上げてくれるようなね あの役割も果たしててくれてるだから私にとってはこれ万能アルバムなんですよね。まあ、プレゼントとかにももいいのかかしれませんよねこれとか言って何で偉そうなこと言ってますけど私と,とりあえず女の人にあんま音楽プレゼントしたことないんですよね。じゃあなんでそういう話するのかっていうとですねあの昔勤めていた会社の受付嬢が毎回毎回あの採用する受付嬢って、まあ、よその。 あの外部委託なんですけれどもね受付嬢派遣センターにめ一番飛びきの美人の受付嬢しか置かないでくれ派遣しないでくれっていうらしいんですよだからあのその受付所名って面白いんですよね受付嬢が美人だとなぜか会社に。 お客ささんん増えるでですよねね受付を見たさっていうことで、ね、なぜか用もないのにバイク便の兄ちゃんがしょっちゅうしょっちゅう来るとかねなそんなに用がないのに、まあ、出版社だったんでねこうライターさんとか作家がよく <laughs> 来たりとかねするんですよだから1階のロビーよくにぎわっていたりするのってその美人受付場のおかげっていうのもすごい大きいとは思うんですけれどもねでその受付場がよく言うんですよ CD マイセレクトの CD もらっちゃったとかバイク便の兄ちゃんにとかあとよく出入りしてる印刷の業者さんにコンサートのチケット一緒に行かないかっていうチケットもらっちゃったけどどうしましょうとかねあとやっぱりこんな CD もらっちゃいましたって見せてもらったのがゲッツ・ジルベルト。 あこれいいシーンだからもらっときなってもらって別に返す必要ないだろうし聴いてよければすごい素晴らしい素敵な音楽ありがとうございましたって次会った時言っとけばいいんじゃないのみたいなことを話した記憶ありますけれどもねそうなんですよそうやってゲッツ・ジルベルトでこう自分のセンスをアピールしてそれでまあなんて素敵な人なんでしょうと思わせてうまく飯とか飲みに誘おうという魂胆の 男もいいたととうことからです、ね、まあそういう女の人を、まあ、誘えたかどうかはちょっとその後の顛末聞いてないで分かんないですけども女性を誘うアイテムにもなりうるというまさに本当万能なアルバムだと個人的には思っておりますちょっと音楽について全く語ってないんですけれどもまあこれ聞いて感じていただければいいと思うんで本当クオリティの高い音楽なのでそれでまあいろいろ音楽に関するうんちくはいろいろ語ろうともいくらでも語れるんですけれどもそれって多分。 他のネットで例えばブログとかねあとはジャズ評論の本とかにいろいろ詳しいこと書いてあると思うので,であまり語られてないことを1個だけちょっと語りますね、えー、とイパネマの娘これ有名なスタンダードナンバーにもなってますけどもじゃあイパネマの娘っていうのはじゃあ実在した人物なのか幻の空想上の人物なのかというと実在した人物なんですね。で お名前も分かっています。これ、エロイーザ・エネイダ・メネーゼス・パエズ・ピントっていう名前の人なんですね。エロイーザって言われてるで。で、結婚して、後にですね、エロイーザ・ピニュイロっていう名前になって、まあ、結構、南米では有名な人みたいなんですけれどもね。で、これは、あのー、 アントニオ・カルドス・ジョミンとか、あのジャアン・ジルベルトがよく行くバーがあったそうなんですよ。これが、まあ、リオデジャネイロのまさにイパネマ海岸の近くにあるバーで、よくそこでお酒とか飲んだり、タバコ捨てたりしてたらしいんですね。そこでお酒飲んでると、このエロイザイネイダ・ベネーゼス・パエド・ピントちゃんがタバコ買いに来てたんですね。お母さんに頼まれて。で、まあ、かわいい子で、まあ、スラーッとしていて、まあ、 可愛い,い子だったんだけど、多分その可愛いだけじゃなくて佇まいが素敵だったから、よし曲を書こうっていう流れになったらしいですね。その佇まいって分かりますかね。あの可愛い,いだけのね。顔の造作造形が整ってるだけの子っていうのもういっぱいいるんですよ。だけれども。プラスアルファあなんかちょっと雰囲気違うなみたいな思わせるのって意外と姿勢だったり、立ち方だったりしますよね。 よく「モデルやってんの?」なんて言われる子とかって姿勢が良かったりとか、まあ、もちろん身長が良かったりあ身長が高かったりとかプロポーションが良かったりとかもしますけれども、うん、意外とこう顔よりも人間ってこう全体遠くからだとそのたまい見てるんですよ立ち方とかね背筋のあれとか首の長さとかだからそれがきっと素敵な女性だったんじゃないのかななんて思っています。 っていうのはあの以前ですね私よくあの沖縄料理屋の店にですね、まあ、新橋とか大門の中間ぐらいなんのかなギター弾きのマスターがよく行ったので夜通っていたことがあるんですけれどもそこの近所にですね 宝塚の寮があるみたいなんですね、まあ、詳しくはどこに漁があるのか分かんないですけどもまあ遅くまでこう泡盛とかね島らっきょとか食べながらマスターそろそろ閉店だよんってことでマスターの奥さんと一緒3人であの家近所だったんでタクシーで帰る時タクシー拾う時に一旦店の外出ますよね鍵かけてそれで大通りに出る時に時々ですね 本当遠目に5 0ルか1 0 0ル先にママチャリに乗ってなんか女優みたいな人がいつもすごい生活感漂うような本当トレパンとかそうジャージとか T シャツとかでママチャリでコンビニに入っていくる姿をよく見るんですよ。で「ここの辺芸能人多いんですかね?」みたいなことを話したら「いやいやあの人有名な人ですかなんかちょっと普通の人と全然雰囲気違うんですけど」って私が言ったら。 あ全然有名な人じゃないと思いますよ宝塚の研究生研修生だと思いますってマスター言うんですねそこでああなるほどと思いました夜なのでもう店が、ね、閉店するぐらいもう12時過ぎてる時間もう終電なくなってタクシー乗ろうという時間なので真っ暗じゃないですかまあ電信柱の明かりとかはあるかもしれませんけどもねで5 0ル1 0 0ル離れて遠目でママチャリでプサーって入っていくので 顔なんて見えるわけないんですよだけどもあなんかただもんじゃない芸能人っぽいって分かったポイント何なのかっていうだからバランスやっぱり首筋がシューンとしてるとかだからそういうのがいろんなバランストータルなバランスでねあの多分やっぱり訓練されてる人なんだなって人の目を引くように訓練されて。 まあ、訓練している人なのかな、なんて思った記憶があるんですね。だから多分、このイパネマの娘のモデルになったエロイーザさんっていう人も、そういうパッとパッと見た瞬間、何か引きつける全体のバランス、プロポーションの良さみたいのがあったんじゃないかな、なんて思っています。で、意外とそれってすごい私、重要なことだと思っているんですよ。だからこれからですね、お子さんが生まれることか。 子どもがもう今2歳ぐらいになったけれども習い事を何にさせようかって思ってる方がもしこれを聞いていらしたらですねまあ聞いてそういう層は多分聞いてないと思いますけどねまあ万が一ですけどね私バレエ習わせた方がいいと思いますバレーボールのバレーじゃなくてバレエですねあの踊りの方ですね西洋舞踊の方のバレエですねこれやるとですね あの本当3年だけでも23年だけでもいいんですよ男の子まだ全然物心つく,るつく前だから恥ずかしいとすら思いませんからうちの息子そうさせてましたからそうすると首筋がシュンとするんですよね首筋がすごく長くなるんですよもうそれだけで小学校入る前ぐらいから他のお友達とは全然違う雰囲気になるんですよで 顔がイケメンとか、まあ、よく言うじゃないですか整ってるとかイケメンブサメンって言いますけれどもイケメンもブサメンも遠目じゃ分かんないですから遠目で分かるのは身長が低いか高いかスタイルがいいか悪いかだけですからあと頭がハげてるかチビかデブかそれぐらいしか分かんないんですよ顔のパーツの情報っていうのは近くに近くないと分かんないんですよだから例えばあのジャニーズタレントってみんな背低いじゃないですか んでかっていうと中学2年か3年ぐらいまでに、まあ、あるいはもう早くても小学生ぐらいの時までスカウトしちゃってあとは一番成長ホルモンの分泌が盛んな時期に一番こう男の子が成長しなきゃいけない時期にレッスンさせまくるから <laughs> 成長が止まっちゃうわけですよねだから身長1 6 0ンチ台のジャニーズ事務所の人多いじゃないですか。そそれってううなんですよあの若いうちから 本来は身長が伸びなきゃいけない時期に無理やりこうあのレッスンさせまくっていた結果、まあ、中にはそういうの関係なしにあの身長高いジャニーズ出身のタレントもいますけども少数派じゃないですかで多くの人はやっぱり身長1 8 0センチないんですよね高くても1 7 0センチ台なんですよでも顔はいいんですよ でもテレビでアップになってみるから顔がかっこいいんですけどじゃあ例えば街に紛れて渋谷の街とか原宿とかに紛れてこう歩いていたら。 意外とチンチクリンだったりととか意外と近くで見ると顔でかいねみたいなま確かに整っているけれども全体のバランスはなんかあれだねみたいな人結構多かったりするんですよねだからあのまあ顔のパーツの造作の良いこうイケメン撮るのかそれとも全体のプロポーションがいい雰囲気のモデル体型撮るのかって言ったら私は人生私の場合ですよ絶対にモデル体型の方がイケメンよりも 得だと思います人生、得する回数は絶対に多いと思いますね。あの身長高いだけで、かなり恩恵受けますし、あと、痩せているっていうだけでもね、まあ、痩せているってだけではメリットないですけど、少なくとも太っているというよりは、太っている時に受けるデメリットは全くないということでね。 やっっぱりりデブよりはは痩せの方がいいいなと個人的には思っていますだからちょっと最近自分にも言い聞かせてるんですけど本当太ってきてるね酒の飲みすぎ不節制がね本当に20代30代40代の時のもうあれがものすごいしわ寄せになってドカーンってきて今もうね結石までできちゃうぐらいになってきましたからちょっと今生活リサイクルというか最適化しなきゃいけない時期だなとは思っていまして本当は今結石でズキズキ痛いんですけれどもその痛い ない間を塗っってて今ベラベララと喋っているんですけどもねいや本当ねバレエとか習わせるといいと思いますよあのうちの息子が証明してますあの手前味噌になって大変申し訳ないんですけどうちの息子めちゃくちゃモテるんですよこういうと変なんですけれども今まあ大学生になっちゃいましたけどね多分大学入るまで230人の女子と付き合ってますねでもあいつはもう全然女の子には興味ないんですよもう。 小学校の時とかもバレンタインのチョコをね欠かしたことないですからね20個30個で「へえ」とか「やっぱりいるんだ」ってまさかうちの息子がそうだと思いませんけど、まあ、やっぱりいるんだって何が本当にいるんだっていうのはあれですよ「仮面ライダー」にオーディションする資格がある人っていうのはあのクラス全員の女の子からチョコレートをもらう程度じゃオーディションの資格はありませんと。 学年全員の女の子からチョコレートをもらって初めて応募する資格がエントリーする資格ぐらいは与えられますぐらいな。 こう話聞いたことあるんですねそんな人間いるのかよ」みたいなそりゃ1万人に1人ぐらいいるかもしれないけどなんと思ってたけど割とうちの息子数に近かったりするんですよで中学になると男の子からもプレゼントされて高校になるともう男の子同士がなんかお金出し合って誕生日プレゼント買って「お前のリュックもうちょっとかっこいいやつ買ってやったよみんなでお金出し合って買ったから」でリュックサックとかプレゼントされたりとかしてで大体もうバレンタインの日とあと。 誕生日の日はもうピンポンピンポンって家鳴らすんですよどうしたんだよっていや両手塞がって開けられないからさドアで,で開けると本当に両手塞さがバラとか花束とかプレゼントチョコレートとか紙袋とか洋服とかもう全然もう開いた手がないみたいな手がもう本当に脇にも挟んですんごいプレゼントをもらってきてるんですよねそれ何なのかっていうと単にスタイルがいいからなんですよバレエやらせてだから なんですよね、小学校1年生ぐららいまででバレーやらせてたんですよだからある意味私はバレエやったことはないんですけれどもうちの妹がやってたんですね小学校6年生ぐらいまで。で割とバレエやるとプロポーションがよくなるっていうのを知っていたので、まあ、当時もう今別れちゃいましたけど女房いたんでね女房もバレエやってたのでそのバレエの効果とかよく知ってたので、まあ、心よく賛成しで女房もじゃあ私もついでにバレエもう一回習ろうかしらなんて一緒に息子とバレエね 習いにに行ってたんですよねで週に1回だけですよ土曜日だけどそれだけでもやってるのは大したあれじゃないんですけれどもそんな高度な技とかくるくる回ったりとかね、まあ、いわゆるフィギュアスケートでやるような高度な回転技とか全然やってないんですよ、ね、でも基本的な本当体作りはそれでできて本当に小学校ぐらいの時からもう首筋がシューンとなって背もバーンって伸びてきてであとはもうそれだけで。 もう先生とか初対面の大人からもあれですよなかなか君はかっこいいねなんて全然面識のない人からもかっこいいねって一日一回は誰かに必ず知らない人から言われるっていうような生活日常らしいんですよね今も続いてるみたいなんですよ。そうするとと、まあ、ちょっと あのそれで嫌な目に遭うことも,もちろんあったりもするんですけど嫉妬されて足引っ張られたりとかねでもだんだんそういう対処方法っていうのをあのケーススタディで学んでいくので慣れていくわけですよね。そうするともうむしろ 授かるる恩恵の方が多くなるわけですよねあの物もらったりとか単純にこう飲食店でバイトしてるとチップもらえたりそれも何万ももらったりとかもしてて羨ましいなと思う限りなんですけどもね <laughs> そういう恩恵があるのであのサッカー習わすのもいいかもしれませんけれどもあるいはいじめられないように空手習わすとかねそういう格闘技習わすってもいいのかもしれないですけど男の子は。でもやっぱりあの 身長スタイル良くなるためにバレエを数年習わせるだけでも全然その後の人生コンプレックス一個ねやっぱり男の人って女にモテないっていうコンプレックスでかいじゃないですかそれが大きな心の負担に人生の負担になるというのであれば最初から取り除いてあげるっていうのも親の賢い選択肢の一つだと私は思いますので何か一つだったら私はバレエ進めたいと思いますね。だからこの イパネマの娘のモデルになった女の子もですね、多分そういうスタイルがいいというただそれだけの理由でですね、まあ、笑顔も素敵だったと思うんですけど、まあ、ブラジルの女の子ってみんな笑顔素敵ですからねで大体あの日本人男性中年男性とかは勘違いするらしいですねあのブラジルの女の子っていうのは,そは褐色に焼けていてあの目が大きくてそれで。 中中肉中性なんですね日本人女性ぐらいの身長なのでこのロシア系ドイツ系のカダ,ダ系の女性のようにボワーって背が高いわけじゃないのであの中肉中背ですよでそういう女の子が、ね、薄着でこうホテルとかのロビーとか歩いててこうエレベーターとかですれ違った時にニコって微笑むともうそれだけで日本の男性というのは「ああの子は俺に」 気があるに違いないなんて勘違いしちゃうみたいなんですけれどもね、まあ、それぐらい魅力的な笑顔の女なんですよやっぱりブラジルの子はだから笑顔だけじゃないと思うんですよね、まあ、もちろんエロイーザさんも笑顔素敵だったと思うんですけれども、まあ、それはブラジルの女の人全員というか、まあ、みんなそういう感じにそういう文化だと思うんですよでそれプラス歩き方だったりとか佇まいが素敵つまり体型がいいってただそれだけで世界的なヒットの 曲を書いてててもららっっったって恩恵授かかますからねだからまあエロイーさんはバレエやってなかったかどうかわ分かりませんけど本当にねスタイルがいいプロポーションがいいってただそれだけで人間っていうのはものすごい好感持ったりとかあるいは引きつける力ってあったりするんですよね。で結果的にアントニオ・カルス・ジョビンがこの曲を作りましたと「イパネマの娘」っていうのを作ってですね。で 結果的にどうなったのかというともうビルボードチャート2位になっちゃいましたとアルバムチャート2位ででイパネマの娘ジョアン・ジルベルトがポルトガル語で歌ってるところをカットされてアストラッド・ジルベルトがむしあのね、本当に。 それまで主婦だったのがいきなり歌わされてその素人っぽい味がかえって生々しくていいっていうことで奥さんの歌のところだけをシングルカットされて売り出されたイパネマの娘が、ね、全米で5位になっちゃいましたからねでさらに『ローリング・ストーンズ』氏の、まあ、500枚のアルバムどんな時代でも重要アルバムの500枚にも選ばれたりとかもしたりとかマイキにいとまがないんですよその このゲッツ・ジルベルト、ね、イパネマの娘が入っているというだけでこんなにも世界中の人に愛されてでさらに、ね、このイパネマの娘が入っているゲッツ・ジルベルトは本物のボサノバじゃないという人はもちろんいますけれども北米的な価値観のつまり北アメリカ、ね、アメリカ合衆国的な価値観のボサノバはもうまさにこれが基準になっちゃってるんですよね。だからそののの後ここぞってこのアルバムの成功を 目にしたジャズマンとかレコード会社たちがこぞっていろんなボサノバアルバムを作り始めてですね。 でもこれがもう一つのオーソドックスなスタイルの原点みたいな感じになっちゃってますからね、まあ、それに関しては現地のミュージシャン特にねジョアン・ジルベルトとかは快く思ってないみたいですけれども、まあ、ただし、まあ、その時にね、まあ、スタン・ゲッツと最初から仲が悪かったとはいえ言葉通じないのをいいことに通訳にバカって言えって言って「あ,あなたのテナサクス大変素晴らしいとおっしゃってます」ってで「スタン・ゲッツうるせえこのタコって言え」っつって,ってまた、あ、スタン・ゲッツがあ,あなたの歌すごいいいと思ってます。 なんて通訳がすごい苦労したっていう逸話も残ってるぐらいなんですけれどもそれぐらい権猿の中だったんですけども奇跡的に素晴らしいあの演奏が生まれたねこの1963年の3月18日と19日この2人の偉大なミュージシャンは音楽に関しては取り組む姿勢に関してはマジだったと思います本気で取り組んでそれで素晴らしい成果を残したっていう事実は揺るぎないと思います。 最後にですねじゃあこのアルバムの聴きどころ何って言うと私の場合はですねこのアルバムもう一つの単位として CD1 枚レコードじゃなくて CD1 枚でもう 全曲を1曲という組曲として捉えて流しで聴いちゃってるのでまあね流しで聴いても三十数分ですからねだから特にこれだけ取り出して聴けっていうのないんですけれども強いて言えばアストラッドの声ばっかりに耳奪われてないでつまりイパネマとかコルコバードばっかり聴いてないで後半のですねあれ聴いてほしいですよあのソダッソサンバソダッソサンバのソダッソサンバとか。 グランジアモールこの2曲テナーサックスのねスタン・ゲッツのううジャズマンとしての本音が出てますよついついやっぱり熱くブローしちゃうんですねクール派と言われていたゲッツやっぱりこの何か魂に火が灯ってしまったのでしょうかねこの時のゲッツはもうクール派というよりはだいぶにあのエキサイティングなアドリブ繰り広げてますけれどももうすごくねこの曲奏と ゲッツのテナーサックスのソロがものすごく合っているので,で本当についつい聴き入ってしまいますね。やっぱりこうジャズ好きな人にとってみれば、うん、ここら辺の曲のテナーサックスソロがうんジャズだね <laughs> って思う瞬間なんじゃないでしょうかね。後半にこそ宝は眠っていると話しておきましょう。ということで、えー、今回はですね 1963年3月18日、えー、19日に録音された、えー、スタン・ゲッツとジョアン・ジルベルトの「ゲッツ・ジルベルトを」を、えー、3月19日のジャズということで紹介させていただきました。ということで最後までお聞きくださいましてありがとうございました。